ちょっと待ってくださいね、僕今ね髪の毛をまつってるんで、ね、いやさ、はい、もうずっと待ってるんだよ。何だった何かさ、ちょっと来るの早くないですよ。いや、もうちゃんとね、あのやっぱさ、もういい大人だからさ、はい、ぴったりぐらい、なんだったらちょっとぐるっと回ってから来た。本当ですか。で、5分前に来たんで、もう過ぎてんだよ、むしろ。なるほど、むしろ。時間は。すいません、ちょっとタイミングが。全然用意できてない。タイミングが。俺は、この髪の毛作るところを浪川さんに見せたかった。あ、まあね、うん。見たことないからね。そう。でも、そうか、ほぼ仕上がってるのは見たことあるけど。そうなんですよ。いつまで俺待つの？いや、そんなことないです。もう、あとスプレーして、そこから変わっていくところを見るだけなんで、大丈夫です。大丈夫。安心してください。大丈夫です。本当に？はい。結構待ってるよ。大丈夫。どうすか？ぶっちゃけこうやってソースができていくんですよ。いや、しかも。すごいと思うよ。だってさ、なんかその仕上がるのもうちょいかかるよ、多分。いや、そんなことないです。ドライヤーしたら声聞こえないやん。すごいじゃん。普通にゴーゴー鳴ってるけど。何も聞こえないよ。今、ゴーゴーしちゃって。それは赤くない。そこは赤いでしょ、普通ドライヤーは。いや、ドライヤーは、あの、赤くないのよ。聞こえです。こっちは赤いのに。ドライヤーは、これを、やる前で消してからしてドライヤーは、ゴーゴーちゃんをやる前から使ってます、これ。あ、じゃあ、ずいぶん、それもう何年使ってる？めっちゃ前からですよ、これ。あ、そう、何年？俺は結構ね、物持ちいいというか、あれですかね、またにおじいちゃんともらった冷蔵庫使ってるんですけども、そういえばいいじゃん、思い出のね。もう冷凍庫が開かなくなっちゃって、うん、一生氷のままでしたから。帰ろって。なんか、捨てられなくて。なんでドライヤー待ちでトークしなきゃいけないの？電化製品は、はい、もしかしたらもう危ないから変えた方がいいんだよ。マジっすか。え、じゃあどんくらいで変えてますか、逆に冷蔵庫。まあやっぱり冷えなくなってきたり、まあ開かなくなったりしたら間違いなく変えるよね、誰もが。じゃあゴーオンジャーからもうすでに何どんくらい変えました。2回だな。2回絶妙なタイミングでちゃんと入れてくれたんすね。だって聞こえないだろ。あと質問してガーガーすんなよ。せめて毛が多いもんね。いや、めっちゃ多いんすよ、俺昔から。俺も昔よかったけど、どんどん少なくなってくる。え、ほんと？手止めるな。いや、だってショッキングなこと言うからさ。いやいや、ほんとにそうなんだよ。俺もそんなことないと思ってさ。え、だんだん少なくなってくる。でも少なくなってちょうどいいくらいじゃないですか。まあそうなんだよね。でそれもあるんだけど、うん、寂しくなってくるよ。あ、でも確かに俺浪川さんからのステキさんってやつ歌ったじゃないですか。浪川さんが空飛んでるやつありました。あの時髪の毛確かにめっちゃ多かったイメージありますよ。いや、でもウィッグで。ということで本日もやってまいりました、フルハラエッサデビュー。さあ今日もですね、コラボ会なんですけれども、そう、もう見てわかる通りこの髪型ということは、そう、やはりゴーゴン×ブンブンのあのコラボをやっぱりね、ちょっと語りたいということで来ていただいたのは、もちろんこの方、スピード役の浪川大輔さんです。どうも、スピードの役の浪川大輔です。よろしくお願いします。いや、浪川さん、はい、こないだぶりです。本当だよ、出過ぎじゃないよ、ここ。いや、出過ぎじゃない。浪川さんには、はい、本当に、ね、俺言ったんですよ。浪川うちに出してくれっていうふうに言ってるんですけれども。あ、番組終わっちゃったんだ。あれ、終わったんすか。そうなんだよ。え、やりたかったんだけど。ちょっと。いや、そう、終わったんすか。終わっちゃったんですよ。え、なんで。でも、その話よりも、多分、もうコラボの話でしょ。確かにそうですね。はい、ブンブンの実はもうスーパー戦隊レストラン池袋のパセラリゾートの中にあるスーパー戦隊レストランの中にいます。なぜかというと、なんと6月の3日までですね、ブンブンジャー×ゴーオンジャーのコラボをやってるということで、皆さん見ました画像。
まあ、画像はしか見てないで、まあ、ですよね。すごいよね。あれすごいやつが今から来るんで、じゃあちょっと早速頼むところからちょっと、ね、声大きくなった。はい、それでは早速注文をしていきたいと思います。はい、はいはい、どうやって、じゃあ成川さんのスマホ借りていいですか。なんで自分のじゃなくて俺のなんで俺5本なんで。いや、うるさいよ。俺5本なんでじゃん。外見多分無理だぞこれ。これあれじゃん、スピードを取れるよ。これすごいっすね。どうするの、メニューはこれか。いや、もうこれも押しましょう。これ押せばいいか。これを押します。で、あとは僕がその成川さんとご飯行くって言って行けてないんで、なんかちょっと他に食べたいものがある。ほんと？いろいろ戦隊のいろいろあるんですよ、ご飯が。あ、これチャーハンとかもあるんだ、これ。チャーハンいいじゃん、これ。あ、じゃあチャーハンいきます。あ、タコさんウインナーいるし、赤いし、2つあります。オーナーのチャーハン、練習用と本番用があります。全然わかんない。全くイメージわかんない。練習用と本番用。練習用と本番用。何練習用って、途中が出てくるってこと。いや、わかんない。未完成の感じ。練習じゃ一回頼んでますから。練習でいい。何どう出てくるのかちょっと頼んでますから一回。で、飲み物どうしますか。あ、飲み物もあるの。もちろん飲み物もあります。ストロベリーレッドとかライチブルーとか。そうだね、ホワイトスタイブルーとかメロンバイドとか。うん、なんかアイス全部乗ってるの。乗ってるやつもあります。乗ってなくていいよね。乗ってなくていい。うん、だって近く食べる。メロンソーダがいい。メロンソーダ、うん、じゃあこれでいきますもん。よし。5月19日に、はいはい、放送された、はい、12話ですね。はい、あの時の、まあ、爆上げエンジン、はい、ゴーオンジャーと、そのブンブンジャーの、はい、こちら、じゃじゃん、ボロボロだな。まあそれぐらい読み込んだってことで、はい、台本合うんで、はい、ちょっとこれを見ながら、思い出しながら、はいはい、ちょっと一緒にやっていけたらいいというふうに思います。はい、なんかさ、正直、まあ、今回、スピードルとしては、うん、まあ、テンヤーズグランプリ以来なんで。ああ、そっか。だから、6年ぶりの出演というふうなことになるんですけれども、うん、実際帰ってみて、いかがでしたか。あのね、はい、まあ、実際やってみて、やっぱり結構なセリフの量だったんで、出番的にも、はいはい、体に来るなって思った。体に来る。で、疲労がすごい。あ、そうなの。なんかスピードってなんか結構独特な声の出し方してるっていうか、結構頑張って張り切って出さないと出ないから。あー、なるほど。で、いつもなんか決めが多いじゃない、決めたいみたいな、はい、そうですね。ちょっと出るぐらいかな。お、がっつり出てましたもんね。がっつり、あなたもだいぶ出てたよね。めちゃめちゃ出てましたね。本当にありがたいこと。あれなんかさ、僕が感じたのはなんかやっぱ先輩後輩ってあるんだね。ああ、やっぱそうですね。ただやっぱ先輩感あるもんね。本当っすか。うん、いやー嬉しいな。アドリブなのか、はい、セリフさ言うじゃん。はい、アフレコとかしてたじゃん。はい、どこ読んでんのか分かんないぐらいさ、なんであんな変えるの。台本通りやんない。全部台本通りなんですけど、どこがアドリブだと思ったんですか。だって全部だよ。全部もう出てきた瞬間もう違うこと言ってんじゃないかな。いや違う違う、待ち上がれはちゃんと台本通りです。待ち上がれに関しては台本通りで、コインが飛んでくるのも台本通りです。ああ、そう。ただ俺もあのコインは使いたいっていうふうに、あのさ、マッハルコン、はい、のなんか最後のセリフ、はい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 、ちょっと結婚式行くぜみたいな、はい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 、行ってくるからよみたいな、はい、あれは、うん、ちゃんと台本です。そうだったの、はい、台本です。あれはもうちょっと確認しましょう、確認しましょう。もう本当に台本ですよ。まあ、ハルコの結婚式って言ってるんで、うん、そう、これはだから台本なんですよ。後輩じゃあこれはこれはそうそうそう、これはね。うん、ということで、成川さん、やってまいりました。いいじゃん。どうすか、改めて自分を見て。いや、すごい、自分じゃないけど。すごいね、かわいいね。かわいいですね、これね。全部食べれるの、この前の。全部食べれるんですよね、これ。はい、あの、元料理長が言ってるんで、多分大丈夫だと思います。へぇ。実は、そこにいらっしゃるハテナの方は、ゴーオンジャーの打ち上げの時に、まさにここで打ち上げの担当をしてくれてたパセラの料理長なんですよ。えっ、元。そうなんすか。そう、なので、すげえ。当時、何かさん覚えてます、ゴーオンジャーのさ、スピードルのトーストが出てきたの。あった、覚えてる、すごい覚えてる。あれ作った。え、マジっすか、はい、すげえ。ありがとうございます。
めんどくさかったっすよね、多分ね、作れって言われてもね。あれ、作れって言われたんですか。じゃあちょっと一瞬呼ばしようかな。いいよ、最初に。東映さん近いじゃないですか、結構。結構、黄金者の打ち上げがあるから、昼間に言われて。昼間に言われたんだ。昼までにいい感じのなんか作って、上司に言われて。すごい雑な指示ですあ、でそれで作ったのがあれだったんですか、ね、今僕そういう系の仕事してるんですけど、それのきっかけですよね、その辺が。そうだから俺たちの打ち上げがきっかけで大人チームになったし、まあ、当時の料理長の高橋、はい、ありがとうございます。そうなんです、手作り機械なんで、はい、当時の写真を、マジっすか、はい、持ってきてくれたんですか。うわー、懐かしい、これこれはやばい。みんな若くないっすかこれだから、もう俺の顔よ。いや、浪川さんでも若いっすね、これも。運んだんですよ、2人。そうだ、そう。そう。そうだ、思い出した。でかかったっすもんね。こんなんですもんね、はい。そう、すごいかった、あれは。これでもすごいっすよ。ちょっとでも、このパンケーキがあるうちに16年後の写真も撮っちゃいません。おすげえすごいぞ、これ浪川さんの表情合わせてすごい確かにこれすごい、これすごいっすね、これちょうど昨日髪切っちゃったからありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。ちなみに、あの僕の名前でも高橋秀樹って言うんですけど、黄金者の主題歌を歌ってる人、高橋秀樹さんなんですよね。そうだそうだ、会ったことありますよ。あります、あります。あります、はいはい。あ、どこだったんですか。なんか、イベントだったかな。イベント歌を歌われてて。はいはいはい。どんな印象ですか、ちなみに。あ、秀樹さん。細い。細い、確かに。細い。喋りもうまいし、はいはい、カットしてる感じ。あー、なるほどね。という印象がありました。なるほど。うん、なんと、その高橋さん、今日。来ております。実はなんで僕あった仕事2回ぐらいかイベントとかでしたよね、はい、そうですね。あのまさにあの1回イベントでご一緒になって、でさっきあの高橋秀樹さんもおっしゃってた打ち上げの時にお会いしてて、2回ぐらいあってさすがです、記憶力めちゃめちゃいいですね。いや本当、いやだってその時ご挨拶させてもらった記憶があるんで、すごいですね。でちょっと待って、高橋秀樹さんって高橋秀樹さん、はい、並んでたの。だからあそこに今スタッフ風に立っていたお二人っていうのは、実はご恩者にめちゃめちゃゆかりのあるお二人。もう名前が近い。そうなんですよ、もうずっとスタッフ戦としてるもう筋肉になりましたね。本当ですよね、失礼ないようにということで、そんなこと言ってる間に来ました。はい、豪華。あ、すいません、これもう一本もらっていいですか。これもあ、わかりました、お願いします。じゃあ、うわ、乾杯だけ。豪快にくもりがあります。はい、おい、来ました。カレーなんだ。そう、豪快ガレオンとともに。ガレオン、あ、ガレオンか、カレーじゃなくてね。そうなんだ。チャーハン、ただチャーハンも来ました。気にさないようにしてください。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、じゃあちょっといやー嬉しいです、ね、いやー僕も浪川さんもね、あのその後のゴーンジャーの活躍とかも毎回見てるし、はい、いやいやいやでね、そのゴーンジャーまたやりますよって歌が流れたりする、うん、あ、そうですよね。まあ、ソウスケとスピードルと歌と一緒にやれてるっていうのはすごく嬉しくて、そうですよね。だから前回のそれこそブンブンジャーコラボの時とかも主題歌流れましたし、だからこの3人って出演ということで、あ、なんか歌ってたよね、ゴーンジャーの歌。いますか、ゴーンジャーの歌、うん、あー、あれゆゆうたコラボですね、それ。違うのか。ゆゆうたっていう YouTuber とそのコラボしたときに、ゆゆうたがやっぱ即興で弾けるんで、ゴーン。そうか。だから、歌ったんですか。歌ってたよ。歌いました。ちょっと俺聞いてないけど。いやいや、聞いてない。そうですよね。あの、僕、古原やすさ TV も初めてなんですよ。そうなの、実は。実は。ね。なんならマイク杉山さんが先で。そうなんだ。これ、ちょっと俺、物申してたけど。浪川さんに聞きたいですこれね、はいはい、作詞家のマイク杉山さん前ですよね。いや普通そうですよね。なんでしょうねこのなんでこの距離感は。お、来ましたね。来ました。ということでじゃあ早速、はい、乾杯していきたいと思います。はい、はい、まあ、乾杯の掛け声はもちろんレッツゴーオンでいきたいと思います。お願いします。はい、はいはい、それではいきます。レッツゴーオン。おー、ありがとうございます。乾杯。これさ、メロンソーダですよね。
メロンソーダ、あ、うまっ、これメロンソーダなんか何年ぶりだろう。うわ、美味しい、ね、これなんかさ、カルピスみたいな感じでめっちゃ美味しいです。美味しい、なんかただの、あんじゃないよね。いただきます。さあ、食べていきましょう。なんかいこうか、うん、ただ、いかんせんこれね、一個問題っていいですか。はい、このね、パンケーキくんがパンケーキくんアイスクリーム1個入っててこれ割とあの早めに行かないとやばいやつですよ。まあ、何かもうチャーハン食べちゃってますけど違うのよ、実食までが長いのよ確かに、お急ぎあたりとかね、お預け期間が長かったから、まあ食べちゃいましょう。じゃあ、はいはい、もう豪快バンドのいっちゃってください。うまうまいうまいっすか。うまいっすよ。お、うまいっすか。うまい、ちょっと俺も食べたい。いや、これうまいっすよね。スーパー戦隊レストランのご飯って美味しいんですよ。本当に美味しいのよ、うん、はい、うん、ローストビーフめっちゃうまいっすか、これ。これローストビーフにつけると美味しいやつだ、これ。うん、あ、うまっ、最高だ。これ、昼間の収録だからお酒とかいけないじゃないですか。うん、お酒にめっちゃ合うやつです。うまっ確かに、でも味がそうですよ、濃いだからね、うん、前回、まあ、5月19日、うん、まあ、僕たち、それこそモーレット、スピードル、そして主題歌ね、流れました。うん、僕はあの宣伝の時には、うん、その浦原くん出てこなかったじゃないですか、ずっと、うんうんうん、で、浪川さんのスピードは出てきてたから、はい、浪川さんが登場されるんだと思った、うん、で、僕はその変身した後がバーンって出て戦って、はい、ブンブンジャーと協力してって思ってたから、はいはいはい、正直びっくりしました。おお、最初に、うん、古原康久ってあの流れたじゃん。はいはいはい、はい、あ、見てますね。見ますよ、リアルタイムでもう見てたから、で、名前あるけども出てくるのかなと思ってドキドキして見てたら、まあ、スピードが出てきて、うんうん、いろんな絡みがあって、はい、うん、で、固唾を飲んで見てたらバーン出てきて髪赤っっていうね。やっぱりそこで目いきますね。ねえ、そう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 、あれはなんか朝起きたらああなってたんですよ。嘘つけ、赤かったんですよ。いやー、でもそのね、赤さも込みで、うん、その画面の、はいはい、この圧が全然変わってなくて、うん、なるほど、まず、うん、まずは聞きましょう。はい、そうそうそう、なるほど。で、ブンブンジャーがね、うん、まだちょっと自分たちを全部出し切れてない感じじゃないですか。はいはい、そうですね、方たちが、はいはい、そうなのね、先輩レッドとして、うん、はい、大丈夫だ、先輩できてました。あの先輩っていうんですかね、うん、ね、なんでしょうね、もぐもぐしないでちょっと聞いてください私ちょっと先輩ですね、うん、なんかあのだから昔ながらの運動会系の先輩じゃなくて、はいはいはい、なんか一緒にやっていこうぜみたいな、はいはいはい、兄貴っぽい、そう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 、あ、多分そっちが近いですよね、うんうん、で最後にそのスピードルだけかなと思いきや、そのね、バスオン、バスオンとベアールと一緒にこう声優さんも、はい、差して、うん、嬉しかったですね。いや、ありがとうございます。体型とか当てなかった、大丈夫ですか、うん、スーツとか着てたり、うん、はい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 、あれはやっぱもうオファーいただいた時からもうキュッと分かったし、ゴーンちゃん唯一のメッドオフセンターなんですよね。だから僕たち専用のスーツがあるって本当ゴーンちゃんだっけ。そうなんだ。なので絶対にやっぱゴーンちゃんの特徴でもあるメッドオフやるじゃないですか。やると思ってた。ってことはあれ新しく作んないから、ああ、もうあれに合わせに行かなきゃいけないです俺たちが。え、じゃあその15、6年前のスーツを着たのか。そうですよ。すげえ。だからもう太れないというか、うん、そうで、やっぱ10イヤーズもやってますし、ああ、だから逆にいい意味でずっと体型維持をなんかにわかにしとけよみたいな。なるほどなるほど、そうか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 。具体的にはどういうことをしてあの体型をキープして。いや、やっぱり僕めちゃくちゃ食べるんですよ、本当にご飯でもすごい大好きですし、ね、しかも太りやすいんで、やっぱりその夜のご飯はもう本当に抜いてました。で、なんなら1日1食とかにしてちょっと普段歩いてる量をちょっと増やしたりとかで、ちょっと走ったりとか、うん、そう、それこそ浪川さんに、ね、いただいたんですよ、走るやつを。そうで、ようやくだからそこでその、まあ、その前からもらったんですけれども、今回ゴーをやるにあたってこれだと思ってそれを走ってそう、走るスピードともう共同作業ですよ。そこから相棒の力めちゃめちゃ感じますよ。
放送の3ヶ月前から何川さんからいただいた誕生日プレゼントのもうね、入って影のね、そう声がでもね、めっちゃ良かったでしょ、まあ、先ほどね、年齢おっしゃってましたが、僕今年51なんですよ。51だね、大変ですよ、大変ですよ、ね、のこの消費しなきゃいけない、脂肪を消費しなきゃいけないけども、それをやる行動によって壊すみたいなね、そうならないようにそうそうそう、もうなるほど、ね、調整しながら、もうね、これから頑張ってね、本当予想以上だよ、それだけもう全然でピンときてないけど、はい、本当に蚊に刺された後とか2ヶ月ぐらい残るから、絶対嘘、絶対嘘、それは嘘、それ蚊じゃないです、蚊じゃない、蚊じゃない、蚊じゃない、蚊だりだよ、ケーキ、ニュー、わー、早い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 よ、まあ、早いくぜ、食べたいって一言言いたいんですよ、食べましてって、どんな天使カンパまるで自分のように使ってるフォークさ、どれぐらいアドリブなんだろうなと思って、そうなりますよね、絶対後輩じゃおかしいよお前もな、ブンブンレッドって言ってます、なるほど、ぶっこりしてますよねスピードと一緒に変身したのかな、何それ、どういうこと、要はこれをここに入れたらどういう風になるのか確かに興味あるね今回の動画はヒーローニューさん、なべさんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。